今日原発をですね、まあ、見学をさせていただいて非常にあの多くのことを感じたわけですが、まあ、私はいわゆる首長経験者としてですね、首長の孤独さというものをですね、知事からも市長からも感じたわけで、これからもですね、我々がこうして知事や市長の応援に来る、それから逆に東京へ来た時にですね、我々としっかりとまた懇談をして、悩みを聞いたり、激励をしたりというようなですね、ことが必要だなと。このままでいけばやはり長いものには巻かれろ、大きな力に屈服してしまうというようなことにですね、さしてはならないんで、まあ、改めて、東京でもまたこちらへも我々も足を運んででもですね、しっかりとコミュニケーションを交わしていく必要があるなと、まあ、こんなことを感じました。以上です。